雷最高。はい、どうもティーチャーです。今回なんですけど、今回は今日はね、新しい電動ガチャに入っている意外とレアだと思うんですけど、これですね、この投げ物、これグレネードだよね。うん、このグレネードをねゲットしたんで、こちら使っていきたいと思います。これね、めちゃくちゃエフェクトかっこいいんですよ。これこんな感じで、やばくない？でキルログもめっちゃかっこいいんだよね、これこの感じっていうね、すごいかっこいいやつがあるんで、こちら使っていきたいと思います。はい、ということでね、やっていきたいと思います。いや、あのグレめっちゃかっこいいと思うけどね、エフェクト。一応交換もね、ピースでできるんですけど、まあ素引きでゲットしたやつなんで、こちら使っていきたいと思います。まあグレネードはね普通に落ちてると思うんで、今回はね探すとかは多分ないと思うんで、サクッと見つかるとは思うんですけど、結局このゲームで一番強いもの何かって言われたらグレネードなんですよ。うん、グレネードが一番強い。これはね、異論は認めますけどグレネードがいっちゃん強いの、うん、私的感想ですけどね。その最強のグレネードをね、私が持った暁にはもう最強ですよ。はい、もうそれは。そう、グレネードで今まで何人倒してきたかということですよ。まあ分かりませんけど、まあ、分からんけど、まあ僕結構ね、遠くの敵もね、手榴弾で倒せるんで、グレネードで倒すことを最優先に考えて戦っていきたいと思います。どうしても無理な場合は、もう普通にね、撃って倒しますけど、まあ、極力はグレネードでね、倒しに行こうと思います。どこ行こうかな。よし、じゃあ坂北行こうかな。よし。はい、ということでやっていきましょう。まあ、グレネードはね、落ちてるだろうからね、なんか安心して戦えるね。うん。今日は安心して試合に行けます。よし、じゃあグレネードね、たくさん投げまくりましょう。まあ、目標としては5キルぐらいグレでしたいね。相当目標高いけど、やっていきましょう。それでは皆さんご一緒にレッツグレパーティーの始まりやで。ということで、グレってね、誰でも結構使いやすいものなんで、そう、かなり強いんですよね。来てるなあいつ。あいつサッカーか、俺にぴったりついてきてないか、あいつこいつ俺にぴったりついてきてるよな。え、かぶせに来てる。めっちゃかぶせに来てないこいつ。なんならサッカーの方が良かったまであるかな。あれ、どこ行った、あれあれ、今のやつどこ行った。いるー、ほら、かぶせてきてるこいつ。やばすぎ。なんもないしね、ちょぼすぎんか、さすがに。あ、オッケー、武器はあるとして、まあ、問題は グレネード肝心な時にないんだよな。あ、ショート来てるね、いるわ。オッケー、まあ、これはしょうがない、やっとくしかないからね。今日はグレネードを探しに来てるんで。今のもでもね、グレあったらぶっちゃけやれてましたからね。とりあえずグレ1個ゲットですね。え、今回がこんな感じですね、グレが。あ、ちっちゃこれ。え、めっちゃちっちゃいじゃんこれ。え、めっちゃちっちゃいよこれ。今までのグレで一番ちっちゃいんじゃない？これいいね。まずグレの評価としてはね、見えやすいか見えにくいか、これ大事ですね。これ敵に見えにくいですね、おそらく。これは評価高いです。2個目ゲット。けど、グレの回だからな、もっともっと来たいよね。ちょっとグレが大量に欲しいんですけど、ちょっとこっち漁ったらサッカーの方行ってみようか。あ、あった、オッケー。大量にグレを持ってこう。で、グレの投げる時のポイントなんですけど、まあ、距離にもよるんですけど、基本的に近いとこは、グレ投げる秒数あるじゃないですか、こうやって。基本的には 2.8 ぐらいで投げてあげると敵のとこで爆破するって感じかな。例えば高級の2階にいるっていう感じだと、こうやって 2.8 秒で投げてあげるとグレが落ちた瞬間に爆発するんで、もう避けれないんですよ。これが強いのよね、グレは。もうそうなったらね、もうね、猛者でもね、誰でもやられますから、ぜひ皆さん真似してみてください。まあ、ちょっと遠いと話変わってきますけどね。まあ、ちょっと行きましょうか。なんかいるな。止まったか。わからんな。止まってないな。
まあいっか、まあ無視でいいでしょう。グレがもうちょっと欲しいですけど、ちょっとグレ2個は心細いな。この車はどういうこと、これどういうことなの。あ、死んでるってことね。グレの口座しかしてない。そしてグレの数は心の余裕、心に余裕がない。あ、いる。これで峰打ちして、こうして、これやれますよ。え、マジ、これやっとくわ、ごめん。いや待って、いやちょっと待ってよ、こいつこれをグレでやらないと俺はやる機会がない。もうどこ行った、これ木浦だよね多分。あ、木浦、え、そこ伏せてるよね、ここだよね。え、耐えるの、ちょもう何このバトル。はいはい、 OK。 隠れないよ君。とりあえず一人倒せたということで、倒せたうちに入るんか今のは。今のでね、木裏とかに隠れててくれるとより実践的だったんだけど、なんかすごいとこに伏せてたから、やばい、いる。なんか今カチャってたよね。何してんの、何やってんのあんた。爆発仕掛けてますがな、それ。ワンチャンこの辺いると思うけどね。あ、いるわ。いるいる。車止まってるね。これは俺も参戦させてもらおうか。やばい、車で出やがったこいつ。逃げやがったな、あの野郎。もう一人いると思うんだよね。降りるんかい。やばい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 。危ない危ない危ない、それ危ないって。今のやべえよ、もう破天荒すぎやろ。あわよくばグレで倒したかったんだけどな。本物だよね。うわー、逃げられた。いや、まだ行くんかい。OK。なんか来たー、後ろから。ついてくんのはいいんだけど。やばいやばいやばい。何してんねん。なんかいるくね、あそこ。え、これ怖っ。あれ人じゃないの、あれ人じゃねえか。怖っ。これこそグレだろ。それは無理。グレも飛ばない。最悪。最悪やないかい。